星のドラゴンクエスト、実況者のエデです。おはようございます。3000ジェム溜まりました。ってことはね、メタスラチャンスとメタスラセレクションチャンスがまた来ました。はい、盾をね、盾をもうこれ今日までなんで、このメタスラセレクションはなんとしても盾が欲しい。もう盾がねないといろいろとつらい。だって呪文無効はねずるいよね、正直。まあとりあえずちょっと1日1回のこっちから引きましょう。本日のゴミはなんじゃろな。はい、ちょっと期待した、デカバカでした。ちょっと期待したよね、やっぱ。なんで言おうって、なんで言おうってよ。はい、では本題に移りましょう。なんかやっぱ今ね、イベントが結構立て続けに来てるから、ジェム貯めやすいよね。非常に溜まりやすかった。すぐ溜まった。で、今、レベル上げのさ、職業のさ、悟りみたいなやつ。悟りっていうのかな?職業の本みたいなのが来てて、あれも今、めちゃくちゃやってます。はい。ちょっと待ってね。救急車が通過します。はい。はい、行きました。よし。回しますか。回すか。もうね、本当にね、盾欲しいけど、エンブレム、ファイアーエンブレムのさ、ヒーローズよりそのジェムっていうか、その課金ガチャのねやつがたまりやすいからね、星ドラは。ただね、内容はね、やっぱその中身の内容は星ドラなんでね、言わずもがな。頼むぜ、頼むぜ、頼む、盾をください、盾をください。はい、盾だったね。盾2個目、おっ、パス。これはね、割と嬉しい。割と嬉しい、これは。メタルウェイング。メタルウェイング。ちょっとテンション上がったわ。これ、その、全体攻撃、まあ、だし、で、その、スキルでね、水星の、ブーメランのやつは、回復があるんで、結構ね、有利に戦局をね、戦況を、左右できる武器ですね。ヒーローズが回復しました。次、3個目、2個目に跳ねるはちょっと嬉しい。あら、かわいい星の木、かわいい。4つ目、はいはい、もう真理の防止に関してはもう言うことはもうない。もう浴びせる罵倒がない。5個目、あー、なんか跳ねそう。いやー、今なんか2回跳ねそうだったじゃん。今のジャンプ力2回跳ねそうだった。6個目、マホトーン、マホトーン。7個目、あとは確定分だけかな。8、はい、うわっ、嬉しいけど、嬉しいけどよ、嬉しいよ、そりゃもちろん嬉しい。限界突破できるし、ありがとうございます。いや、今日はなんか、まあ、
盾が出なかったとしても、これで文句言ったらバチ当たるわ。ウィングと鎧上着てるから、さらに確定分ある。3つ出る星5。さらそう、マジで盾頼むぜ。はい、お願いします。なにこれ、オーガセレクション、これ、このガチャオーガセレクションがなんか回したいって、もしかしてね。マジか。いや、まあいいでしょう。うん、今日は文句は言わない。うん、これに関しては文句は言わない。うん、鎧も着てるし、メタルウィング手に入ったし、盾も手に入ったしね。盾も手に入ったしね、うん、氷盾だね。けどこれは3回目の突破できるかって感じかな。メタスラの鎧上は結構引いたと思うんだよね。今ちょっと確認しまーす。ハグメタ鎧はまだ無凸。うん、1凸できるね、これで1凸で。鎧下も1凸してるんで、まあまあ、けど防御力の底上げにはなるね。耐性もこのシリーズは耐性がめちゃくちゃいいんでね。呪文耐性が盾なくていいんじゃねえぐらいの体勢にはなる。うわ、それにプラス盾の呪文向こうがつきゃもうまあ最強だのに。はい、いや、まあ当たりだね今回。今日は当たり、うん、まあ引いてよかったです。はい、では引き続き星空楽しんでいきます。ありがとうございました。